はい、皆さん毎度毎度、はい、みんな大好き自宅ヘアカラーのおばちゃんパーマ、まあ、無難に CMC の N を使うようだね。で、放置時間が非常に微妙だね。3分ぐらいだと本当にかかりすぎるからね。はい、ワインディングはね、ある程度長さがあるから上巻きね、ブルーで巻くけど、このぐらいのはね、国家試験巻きで巻きやすいんだよね。特にこの状態でペーパーを折ったら、で、透明のブルーでしょ、巻きにくい。サイドは緩めでいいっていうから12ミリとか11ミリで巻いたんだけど、やっぱりペーパー折んないで巻いたんじゃねえかな、折ったかな。あ、意外と太めの時はペーパー折んない方が巻きやすかったりするよね。逆にね、ペーパー折ってしか巻けない人はこういう長さのこの場合はやっぱり巻きにくいよね。やっぱり両方できなきゃダメだよね。ペーパー折る巻き方、折らない巻き方ね。で、自宅ヘアカラーしてる方はね、毎度毎度全体に染めてればいいけどね、見えるさ、分け目の部分とか前髪のとこだけさ、2週間おきに染めてて、他はあんまり染めてないとかね、もう前髪のとこだけとにかくかかりすぎちゃったりね、非常に不安定だからね。はい、あとサポニーズのほら、プロテクトクリーム、ヘアマニキュア用の塗って、で地肌にすり込んでね、でマニキュアして、ほんで油水だ状態、お湯で油水だ状態。プロテクトクリームの効果はあまり感じないね。べったり塗ったからね、ブラックをね。でみんな大好きサポニーズのこれでね、あのリムーバーで顔を拭いてみたんで、あの、まあ、白いメラミンスポンジでね、痛くなるの分かってから軽くこすったんだよね。やっぱしみるねこれね。薬剤そのものがしみるって感じ、こすったからどうのこうのじゃなくて薬剤がしみる感じ、で取れたかったら完全には取れないね。やっぱ地肌を汚したくない方は塗らない方がいいね。で24時間前にほら塗布したところ、これはリムーバーも何もやってないからね、ただ塗ってお湯で洗ってね、シャンプーで洗って、まあ、普通に生活してるだけで、まあこんなもんだね。完全には取れないね。24時間でね。48時間後にどのぐらい取れてるかだよね。まあその結果はまた明日だね。まあマニキュアなんかよく手についたりするけどね。あれもほっとくと半日ぐらいで取れたような気するんだよね。自然とね。でも顔についたところって取れないね。やっぱり皮膚の新陳代謝が遅いのかね。若い人だったらもっと早いかもしんないね。はい、トップの方巻き終わってね、はい、サイドを巻き出すね。ここはペーパーを折ってるね。うん、折って何ミリで巻くか。あ、遠ミリ取ったね。遠ミリだからやっぱり折った方が巻きやすいね。どっちかっつったら遠ミリは折った方が巻きやすいかね。で次は11か12巻くんじゃない。こっちは折るか折らないかね。折るかな、このままでいったら。あ、このままいったら折ったね。うん。一応ちょっと巻きにくいんでね、折るとね、11ミリ、12ミリっていうのはね。で、ゴムもさ、火ついてると取りにくいね。サラ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 してるといいんだけどね。はい、ここは多分12ミリ、折るか折らないか、折ってるわ。折ってるわ。やっぱ習慣で折っちゃうね。折るとちょっと巻きにくいんだよね。ペーパーの長さが足りなくてね。で、やっぱり国家試験の方が巻きやすいかなと思うけど、難しい判断だね。で、ペーパー、で髪の毛挟んで、あのしっかりホールドして巻くってのは結構巻きやすいんだよね。だけどちょっとペーパーがね、折った時小さくなりすぎちゃうんだよね。このサイズ感ね、あのペーパー作る人がさ、パーマ巻く達人でね、いろんなパーマを巻いてね、いろんな長さ、いろんな髪質をね、でいろんな太さね、23ミリもあれば6ミリもある、5ミリもある、そういうの巻いてないとこのサイズ感ってのはわからないよね。